ドラマ「西部警察」で大門圭介役の渡哲也さんを「兄貴」と呼ぶような勝ち気で可愛らしい妹の亜子を演じて、世の男たちを完全にノックアウトした女優の小手川優子さん。清純派から演技が見事に脱皮して日本を代表する美人女優となった彼女ですが、実は現在の変貌ぶりに昔ノックアウトされた男たちが再びノックアウトされるというとんでもない事件が発生しているようです。一体何がどうなったのか、またそれよりも聞き捨てならない小手川さんの妹さんのまさかのあの話も少し調べてみることに。小手川優子さん、1959年7月16日生まれの現在62歳、大分県大分市の出身で、身長158センチ、血液型は B 型、大分県立鶴崎工業高等学校を卒業しています。なんと工業高校を出ているとは驚きです。そんな小手川さんの芸能界入りのきっかけは、17歳の時、カネボウサラダガールコンテストでグランプリを取って、三浦友和さんの主演映画星と嵐の相手役でデビューしています。ちなみにこのコンテストの準優勝がなんと名取裕子さんだったと言いますから、まさに伝説のコンテストですよね。羽衣フーズやカネボウ化粧品の CM に出て、1970年代は清純派女優としてアイドル的人気があった小手川さん、演技派女優としての転機は1985年26歳の時の映画「春の鐘」で体当たりの初ヌードを披露したことで大人の女優としての輝きを放ち始めます。翌年、映画「花の降る午後」では第13回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞。プライベートでもこの年に結婚をしています。そのお相手は俳優の田中健さん。大ヒット青春ドラマ「俺たちの旅」でオメダを演じてブレイクした青春スター。俳優同士の2人の馴れ初めはドラマ「夜の傾斜」での共演でした。結婚当時、田中さんは35歳、小手川さんは26歳、交際5年での春だったそうです。結婚後も精力的に仕事に打ち込む小手川さん。時代劇からホームドラマ、刑事物、シリアスからコメディーまで、映画やドラマに引っ張りだこで、それだけでなく、歌手として1982年に、中島みゆきさん作詞作曲の、タバコを歌って、ドラマの挿入歌となっています。その他も、バラエティ番組や歌番組の、ミュージックフェアの司会を7年続けるなど、公私ともに順風満帆に思えたのですが、そううまくばかりはいかなかったのです。というのも、結婚後は、夫の田中さんは、婿養子となったことで、世間からもマスオさん呼ばわりされる始末。しかも、90年代に入ってからの田中さんは、仕事も減って、主婦としての時間が増え、しかも、南米のケーナという楽器にはまって、仕事も演奏に重心が移っていきましたから、日々、地下室で練習することが増えたんだとか、そんな状態でしたので、夫婦間の格差は広がるばかりで、挙句の果てに、家では、ケーナの音がうるさいと、姑からはこっぴどく叱られて、それからは、河原で練習する羽目に、これではたまらないということで、ついに、田中さんは、ケーナの練習をするという名目で、別にマンションを借りて家を出ていくのですが、なんと、その時、サインした離婚届を、小手川さんに渡して出て行きます。すでに、結婚生活は破綻していたんですね。しかし、そのまま5年が経過したある日、田中さんから結婚したい相手がいることを告げられ、小手川さんも、ようやく踏ん切りがついて、別居5年、結婚生活13年での離婚となったのです。一人娘の綾菜さんは、小手川さんのもとに、別々での離婚会見で田中さんは、好きだけど、結婚生活をしていく上で、パートナーになれなかった。
と淡々と語り、小手川さんは、こんなに傷つけられたことはないと、唇を噛んで涙を見せたそうです。仕事が順調で、夫婦の会話もままならなかったにせよ、もう少し、なんとかならなかったのでしょうか。ところで、その離婚の原因として、噂では、小手川さんの不倫説もあったそうで、そのお相手が、歌手の飛鳥さん。以前から大ファンだった小手川さん。ミュージックフェアに飛鳥さんが出演した後に、飛鳥さんが楽曲を提供したことがきっかけで、交際が始まったのでは?と言われています。結局、何もなかったのかもしれませんが、一方の田中さんも、18歳年下の女性と、離婚の3年前から交際していたことも、離婚の大きな決め手になったのでは?と巷ではもっぱらの噂でした。ちなみに、小手川さんと田中さんの娘の彩奈さん、以前は映画やドラマに出演した女優で、なおかつ、コスプレイヤーやゲーマーとして、YouTube チャンネルを開設して活動しているそうです。さて、2000年以降の小手川さんですが、90年代までのようなことはなくなって、ペースダウンこそしてはいますが、2010年 NHK 朝ドラ、ゲゲゲの女房や、一番最近では2016年のドラマ、ゆとりですが何かに出演しています。しかし、そこで話題となったのは、小手川さんの美しさや演技ではなく、彼女の変貌ぶりが、とにかく話題となったのです。というのも、ファンの中には、小手川さんを見て、そうだと気づかなかった人もいたぐらいに、見た目が変わっていたそうです。と言っても、すでに還暦を超えていますから、少し、ふっくらとするのは、それだけ、時が流れたということでしょう。激太りだ。病気では。そういった噂もあったのは事実ですが、人生で一番油が乗った時に起こった。離婚という悲劇が大きなストレスになったのは、露出が減った原因の一つに間違いないようです。余談になりますが、小手川さんには、信子さんという妹さんがいて、1995年に引退していますが、女優として活動していたそうです。姉の付き人から始められて、妻たちの課外授業通などのドラマを主題に、コツコツと頑張っていらっしゃったようです。しかし、2011年に突如名前が挙がります。しかも、それがフライデーで写真付きでした。内容は、信子さんの夫の越添健さんの不倫についてで、その相手が、なんとタレントの森泉さんでしたから、大騒ぎになったわけです。結局、開き直られて、離婚に至っています。しかし、信子さん自身も、元夫とは略奪婚の末の、結婚だったそうですから、今回は、逆の立場になったというわけです。ちなみに、森さんは、結局、一般人の男性と結婚され、ごたごたから打ち抜けしたようです。小手川優子さん、人生、まだまだこれから長いです。芸能界の仕事が嫌いになったのでなければ、また、ドラマで、あなたの姿を拝見したいです。これからも陰ながら応援しています。それではまた、次回お会いしましょう。